クシュー、皆さんこんにちは、加藤です。今回はヒカキンがたった1億円の募金で偉そうにですね、売名行為を行っている件についてお話ししたいなと思います。おいヒカキン、ちょっと来いこの野郎。ヒカキン、お前舐めてんじゃねえぞバカ野郎。お前よ、たった1億っていうや、本当にガキが一瞬で稼げるような金でやな、そんなはした金募金しただけでや、調子乗ってんじゃねえぞバカ野郎な。やるんだったらや、42億ぐらいは募金しろクソバカ、分かったらてめえ。はい、みたいなことをですね、まあ、言ってる人は結構いるんじゃないかなと思うんですよね。で、個人的にはね、1億円募金して偉いなと思ってます。というのも、彼はただ1億円募金するんじゃなくて、自分も募金するからみんなも募金しましょうみたいな感じでですね、参加型のね、募金活動みたいなのをやってるんですよ。だからそれ偉いなと思うんですよ。で、確かにね、批判されてる理由もわかるというか、彼はね、動画を収益化してませんとかね言ってるんだけど、ぶっちゃけ売名じゃないですか。1億円募金したことによって、さらに彼の好感度が上がって、さらに他のビジネスも儲かるようになるわけでしょ。だからはっきり言って、募金をするイコール売名になってしまうのはもう仕方ないと思うんですよ。だから別にこの動画に広告は収益化してませんみたいなこと言ってるけど、別に収益化していいんですよ、ね、あくまで金を稼いで、しかも募金もすると。で、さらに儲かったらそれをどんどん募金していけばいいだけじゃないですか。だから収益化しない理由も分かんないし、売名行為だって叩かれるのはもう仕方ないなって僕は思うんですよ。だからどんどん売名して、どんどん募金して、どんどんビジネスしてくれれば世の中はもっと良くなると思うんで、ヒカキンをね、これからも僕はですね、応援していきたいなと思います。